皆さんはじめまして森部信明ブアキです、えー。僕は犬のトリミングサロンを経営していて、毎日犬たちとあの散歩してて、えー、もう本当僕は今もう散歩だけが仕事になってて、毎日三四時間歩いてるんですけど、代々木公園から表参道まで毎日歩いてます。えー、そうですね。アーサー先生とは古なかの 講演会の時に参加させていただいてあのなんかちょっと覚えてないんですけどすごいエネルギーだなっていうのを講演会場で感じてで70歳の誕生日の時のアーサー先生の「z ップ横浜」の時も参加させてもらってあなんかコロナ禍だったんですけど。 更新をされてましたよねコロナ禍なのにでその時に「県またぐないよじじい」みたいな感じで言われたって言っててでもうそれがなんか「俺はコロナなんか関係ない」みたいな感じで、あのー、以前からやってるんだこんなコロナなんかに負けないみたいなメッセージをされた時にいや,やっぱりもうめちゃくちゃかっこいいなって思ってやっぱりまた不良って言ったところもまたすごい。 僕はいやもうかっこいいかっこよすぎると思っていやーアーサー先生みたいな生き方したいなと思ってであアーサー先生の講演だったら僕は毎月あ講演があるんだったら絶対参加しようって思ったらずっと分からなかったんですけど去年の4月に、えー、アーサー先生が「なります教会」で「ブレッシングナイト」をやってるっていうのを知ってあアーサー先生に会えるんだと思ってちょっと教会が本当に どんなところか知らなかったんでまあ、ちょっと怖いから1人の,あの経営幹部の仲間を連れてちょっと一緒に行こうって言ってでやっぱそしたらこの今ンパンですっごい大きい会場で浅田先生こんなちっちゃさで見てたものがここに来たらものすごい目の前で見れて。 あやっぱり目の前で見れてさらにエネルギーがすごいなって思ってあこれもう絶対毎月経営幹部たちと一緒に聞きに来ようって思ってもう毎月「ブレッシングナイト」に参加させてもらってて、て僕の従業員のあ経営者の1人がいぶきって名前で僕いぶきも全然分からなかったんですけど5月の公演の「ブレッシングナイト」の時に。 いぶき,いぶき,い,ぶきいぶきって4回ぐらい出てきた時にうちの社長さんの一人がいぶきっていう名前であなんか不思議な縁だなと思いながらこう聞くことができてなんか僕「守部」って言ってか漢字の「森」なんですけどあそうです「守部」って言うんですけどあの今まで「森部」っていう名前があんまり好きじゃなかったんですけどあなんか「森」って神様が自然で作った名前 作ったものだからなんかあ森部もなんかすごいこう公演を聞,聞きに来たことによってなんかすごいどん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 ん好きになってきてあなんかこう毎月系のみんなと聞きに来れてすごい嬉しいなと思ってで先月も「お茶の水」に初めて「行かせて、フライデーナイト」行かせてもらってあこんな僕とちょっと。 新宿の近くに住んでるんですけどこんな近くで毎月2回もアーサー先生に会えるんだと思ったのがすごいやっぱなんか東京に住んでよかったなってなんか今、あのー、これから2週に1回会えるじゃんって思いながらすごい楽しみにしていてでもやっぱアーサー先生もなんか80まで80までってなんかちょっと言われるのでえなんかあと,はあと8年ぐらいしかこれ聞けないえっ、ー、どう なんかイスラエル行くとか言ってるしあ,あどうしようえでもまあやっぱりそのもしかしたら聞,聞けなくなっちゃう前に僕はなあの今たくさんこれからのメッセージをたくさん聞いて僕は今日洗礼を受けますけどこの祈り,をあ祈りだったり思いを本当に僕毎日代々木公園から表参道34時間歩くと。 もう何千人何万人の人たちとすれ違って挨拶をするしすごい数の人たちから写真を撮っていただけるんですけどなんかその中で僕はやっぱり「You areLove」とか「愛してます」っていうのをちょっとこう祈りを込めてなんか。 僕もメッセージできていけばいいなと思ってで僕めちゃくちゃアーサー先生信じてるのにアーサー先生が好きなキリスト信じられないのはちょっと僕もやっぱりなんか疑問に思い始めてやっぱいやアーサー先生めちゃくちゃ僕初めて心から先生って思ったのがもうアーサーさんじゃなくて普通にアーサー先生っていやんか言っちゃってるんで自分がいてああんか先生信じてるのに先生が信じてるものを僕も信じようって思って今日あの

御子イエスキリスト聖霊の皆によってバプティズマ洗礼を授けます。主よを感謝しますあなたの不思議な説によって彼が導かれて今日この日に至ったことを感謝します。彼は 本当に素直な心を持ってあなたの愛を多くの人たちに今自分がやられることを通して表現していきたいというそういう純粋な思いを持っていますある意味でもうすでにあなたは彼のことを僕たちのその思いを超えてもうすでに働いてくださってここまで導いてくださいましたあなたが彼を 救いいに導ててくださって感謝しますその救いの恵み広さ深さ高さをこれからも一歩一歩一日一日味わっていくそういう旅をエンジョイできますようにジーザスの名によってお祈りしますアーメンハレリアおめでとうあら